ヘブル人への手紙第9章はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食材と机と備えのパンがありました。聖女と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには死聖女と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには 金の鉱壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には 祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、 誠の聖女への道は、まだ明らかにされていないということです。この幕屋は、その当時のための比喩です。それに従って、捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の,の、良心を完全にすることはできません。それらは、ただ食物と飲み物と、主樹の洗いに関するもので、新しい秩序の建てられる時まで、課せられた、 体に関する規定に過ぎないからです。しかしキリストは、すでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠のあがないを成し遂げられたのです。もし ヤギとオウシの血、またメウシの灰を穢れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの両親を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけで、 キリストは新しい契約の中介者です。それは、初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって、 はじめの契約も、地なしに成立したのではありません。モーセは、立法に従って、すばての今しめを、民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛と、ヒソプトの他に、子牛とヤギの血を取って、契約の諸事谷にも、民の全体にも注ぎかけ、これは、神があなた方に対して立てられた、契約の地であると言いました。また彼は、 幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで、立法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ですから、天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし、天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で、 清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして、今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも、年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったなら、 世の始めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして、人間には、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために、一度、ご自身を捧げられましたが、二度目には、罪を負うためではなく、 彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。